皆さんこんにちは。今日の動画はですね、ちょっとシビアな内容になるので注意書きとして、この動画は恐怖を煽ったり災害をね面白おかしく扱っているわけではなく、みんなと一緒に世の中のことについてね考えて、少しでも災害を事前に防いだり、より良い世の中にできればなという意味を込めて発信しています。なのでセンシティブな話だったり災害の話が苦手な方はちょっと見ない方がいいかもしれないです。2011年3月11日の東日本大震災を間接的に12年も前に予知していた予知夢漫画私が見た未来、作者の辰木亮さんは予知夢を見ることができ、プライベートの出来事から世界的ニュースになるような出来事を夢の中で見て、それが実際に数年後現実に起きてしまうという現象が起きているんです。1999年出版のこちらの漫画では、2011年3月の大災害、バンドクイーンのフレディ・マーキュリーさんやダイアナ妃の死などを予知夢で見たことが書かれていて、そしてそこから何十年経ってね、一昨年ぐらいに偽物の辰木亮さんがネット上に現れて、それがきっかけで、まあそれについてはこちらの動画を見てほしいんですけど、今年本物の辰木亮さんが出現し、僕も何度かお会いすることができて、いろいろな話を聞かせてもらったんですけど、ちょうど昨日10月2日に彼女の予知夢に関する新情報新刊が出版されたんです。辰木さんは今でも予知夢を見るそうで、実際に予知夢日記ノートに見た夢を記録として残しているんですね。そして今回彼女は今後起こり得るかもしれない新たな予知夢について話してくれたんです。辰木亮さんは大災害は2011年3月という予知夢を見たのは、私が見た未来の単行本の締め切り日の時の夢だったそうなんですね。本当は1991年の災害は小規模に、そして大災害は2011年3月にと書く予定だったそうです。その予知夢よりも前に夢で大地震や津波が起きるのは見ていたんですけど、それがこの 3.11 なのかどうかははっきりとわからないんですけど、とりあえず大災害は2011年3月というキーワードが印象的だったので表紙に描いたそうです。その大昔に見た大地震津波の夢が 3.11 かどうかはっきりしないっていうのは、10代の頃見たその夢というのが、辰木さんは夢の中で半袖姿の夏服だったそうなんですね。そして夢の中の津波は東日本大震災よりもはるかに巨大なものだったそうです。そしてこの夢とはね、つながりあるかわからないんですけど、また別の日に日付込みで似たような夢を見たんです。それが今後起こり得るかもしれない予知夢なんです。ここからが今回辰木亮さんの予知夢に関する新情報です。辰木さんは過去にインド旅行に行ったことがあって、そこでの出来事が彼女の人生のターニングポイントとなるんです。詳しいことは後ほど話しますけど、そのインド旅行である夢を見ました。辰木亮さんの表現そのままで言うと、ドロドロしたスープを煮込んでいる時にボコボコっとスープが膨れ上がるじゃないですか。そんな感じで日本列島に位置する太平洋の水がボコッと盛り上がるビジョンが見えたそうです。どういうことかいまいち分かりませんよね。爆発が起きたのか、海底火山噴火なのか。なんと辰木さんはこの同じ夢を最近再び見たんです。先ほどの夢の描写と同じように、そして今度はここら辺に2匹の竜が見えたそうです。そしてこの夢では驚くことに日付もしっかりと見えたそうです。2025年7月、辰木さんが夢の中で見たのは地球を上空から見下ろしている様子でした。先ほどの2匹の竜はこちら地図上で見える模様が竜に見えたそうなんです。 Google Earth のように上空から地球を見下ろしている目線で、突然日本とフィリピンの中間あたりの海底がボコンと破裂噴火したそうです。その影響で波が四方に広がって、太平洋周辺国に巨大津波が押し寄せたそうです。南海トラフ地震、直径400キロ、水深4000メートル級の深い溝、日本列島が位置する大陸のプレートの下に海洋プレートのフィリピン海プレートが南側から年間数センチずつ沈み込んでいます。するとこの大陸の間に固着域という歪みが蓄積されていきます。過去1400年間の歴史を振り返ると、この歪みが限界に達すると非常に短い期間で解放され、それによって大地震が起こるとされているんです。プレートが動く速度はほぼ一定なので、大地震が周期的に起きるのはある程度予測できるんですね。活断層型という上下、あるいは左右にずれて地震が起こる直下型と違い、この海で起こる海溝型やトラフ地震は計算できるとされているんです。その蓄積されたエネルギーの解放は100年からね200年スパンで起きるとされています。これが歴代の観測できている南海トラフ地震なんですけど、だいたい90年から150年スパンで起きているのが分かりますよね。そしてここ10年ぐらいみんな耳にするようになったのが、今後30年以内
内に巨大地震が起こる可能性。実は今世紀半ばまでに太平洋の海域で東海地震、東南海地震、南海地震という3つの巨大地震が発生すると予測されています。東海地方から首都圏までの東海地震がマグニチュード 8.0 で 88%、 中部から近畿、四国までの東南海地震がマグニチュード 8.1 で 70%、 そして南海地震がマグニチュード 8.4 で 60% という非常に高い確率で3つの地震が起こる可能性があるということなんですけど、それが年々上昇して確率が上がっているんです。そして実は過去を振り返ってみると、3回に1回は超ド級の地震が起きているのがわかるんですね。1361年の昭平地震、1707年の宝永地震、そして次起こるとされる地震もその3回に1回に当てはまると推測されていて、先ほど述べた3つの地震が同時に発生する連動型地震が起こる可能性があると。そして南海トラフが起きる40から50年前から内陸の方で地震が多発する現象が過去の事例から分かっているんですけど、実際に20世紀の終わりから内陸部で地震が起きています。1995年の阪神淡路大震災を起こした兵庫県南部地震、2004年の新潟県中越地震、2005年の福岡県西方沖地震、2008年の岩手宮城内陸地震、2016年熊本地震、2018年大阪府北部地震。このように内陸地震は活動期と静穏期がはっきり分かれているんですけど、1995年の阪神淡路大震災から内陸地震の活動期に入ったんです。なのでだいたいそれから40年後に南海トラフが起きるという法則で、専門家が出した数字は2038年頃が濃厚だと、遅くとも2050年には確実に起きると言われています。そして最近もう一つ南海トラフと連動する可能性があると言われているのが、琉球海溝の接続部である日向灘地震です。辰木さんが夢で見た震源地かもしれないという位置とエリアが、まあ、被ってるっちゃ被ってるんですかね。南海トラフが起きた場合の被害はとんでもなく恐ろしいものになるので、なんとかできるだけ事前に対策をして最小限に抑えることが必要なんですけど、なんと辰木亮さんが夢で見たのはこれだけじゃないんです。先ほどの海底からボコンと噴火したことにより、その波の衝撃で陸が押されて盛り上がって、なんと香港から台湾、そしてフィリピンまでが地続きになるように見えたそうなんです。どういうことって思うでしょう。なんと島が海底から出現してくるんです。そして地続きになると。ここで気になるのは、本当に島が出現するのかって話です。皆さん、2013年東京から南に約 1000km 太平洋に浮かぶ火山島である西之島のすぐ近くに島ができたのって記憶に新しいですよね。しかも今年の8月13日にもこの西之島より日本列島少し戻った地点で直径 1km ほどの島が出現したんです。ここはちょうど伊豆小笠原海溝がある場所で、これは太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込む際に、沈み込み帯の火成作用によってマグマが生成されるので、それに沿って火山が点在しているんですね。そしてどこのプレートにも当てはまることなんですけど、プレートって年間で最低でも1センチ、多くて8から9センチも移動しているんです。なのでそのプレートの移動の衝撃によって島が出現することは余裕で可能なわけです。そして辰木亮さんが見た津波の後に出現した陸、これについてもあながちありえない話ではないんです。もしも南海トラフのような大きい地震が起き、急激にプレート同士が重ねり合っていったら、さっきは沈み込み帯の火成作用によってマグマが生成され火山島として島が出現する話をしたんですけど、火山もなく地震の衝撃だけで島が海底から出てくることはあるんです。九州鹿児島より 380km 沖、奄美大島のすぐ横にある島、喜界島。この島はもともと海の中にあったサンゴ礁でできていて、ユーラシアプレートにフィリピン海プレートが沈み込む時の衝撃で隆起した島なんです。そしてこの島は年々大きく拡大していってるんです。プレートは常に移動しているので、喜界島は毎年約2ミリずつ隆起しているんですね。これたった2ミリって思うじゃないですか。でもこれって地震とか何もなかった場合ですからね。過去4回あった地震ではその度に一気に1から5メートルほど島が高くなっているんです。要は大きい地震があれば島がなかった場所にも島が出現する可能性があるということなんです。沖縄から台湾にかけて島が点在しているんですが、この島は昔フィリピン海プレートの移動とともに北上してきた島で、今はユーラシアプレート側に位置し定着していますが、ここもユーラシアプレートにフィリピン海プレートの沈み込み帯が重なっている部分なので、ここら辺一帯も大きな衝撃が来れば一気に陸になる可能性があるっていうか、まあ、このまま普通に行っても高確率で陸になるんですね。じゃあここら辺が島になる、その大きな衝撃は南海トラフ地震だけなのか。沖縄から台湾にかけては南海トラフではなく琉
琉球海溝に位置しているので、南海トラフ地震が起きてもそこまで大きな揺れや被害は起こらないんですね。ましてや辰木さんが見た台湾からフィリピンに続くような陸が隆起するほどの衝撃ではないはずなんです。じゃあ島が陸になるほどの大きなプレートの衝撃は何が原因なのか。2013年9月24日午後4時頃、パキスタン南西部でマグニチュード 7.7 の地震が起こり、その際幅約91メートル、長さ約37メートル、標高18から21メートルの島が沿岸から200メートルほど離れた沖合に出現したんです。専門家が調査するためにその新しい島に上陸したんですけど、島の地表からはメタンガスの泡が吹き出ていたんですね。地震学者ゲリー・ギブソン氏はこの島がデイ火山である可能性が高いと語りました。デイ火山は強い揺れが発生した際に地中のメタンガスが土壌を吹き上げて形成される島のことなんです。ってことは、タツキさんの夢の中で見た海が泡のようにボコンとなる現象もこれに当てはまるっていうか、これなんじゃね。ただこのようにしてできた島は日本の火山島とは違い、海底に固定されている大地ではなくただの泥の塊なので、海の波で崩れていきやがて消えてしまうそうなんです。専門家によると、1945年に同じ地域で発生したマグニチュード 8.1 の地震の時にも同じような島が出現したんですけど、それも割とすぐに消滅してしまったみたいです。たださっき言ったようにデイ火山の現象は大きな揺れに誘発されて起きる可能性が高いらしく、とすると南海トラフやユーラシアプレート、フィリピン海プレートの衝突の衝撃でデイ火山が出現する可能性はあるんですかね。まあもちろんここら辺の地中にガスがあるならそれがあるんです。しかもちょうどプレートに沿った形で、実は日本周辺には世界的に見てもメタンガスの元となるメタンハイドレードという資源がかなり多く海底に存在しているんです。ここからは何か2025年のヒントとなる出来事がないかについてです。日本はそのメタンハイドレードを次世代資源とする研究をアメリカとインドと共に行っているんです。でもメタンハイドレードからガスを生成しようとしているのはもちろん日本だけではありません。めっちゃ日本海域ギリギリでガス田を構築しているのが中国。中国は2030年までにこのガスの商業化を目指し急ピッチで進めているみたいなんです。なのでもし南海トラフ地震の衝撃でここ一帯のガスが吹き出したら、本来影響のなかったプレートにも影響を与えることになり、その衝撃で陸が隆起してくるのかも。中国はその他にも南シナ海にあるユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境目の近くにも人工の島をいくつか構築しちゃってるんですね。人工島は主に軍事目的で作られた島ということなんですけど、もちろん関係あるかわからないですけど、2025年の話を聞いたらちょっと気になっちゃいますよね。もう一つ気になる点は、みんな2025年って聞いて何かピンとくることはないですか？大阪。2025年5月3日から11月3日のあ俺の誕生日、185日間にわたって行われる大阪万博、総入場者2820万人が予想されているので、もちろん地震は確定していないのでわからないですけど、この時期に起きてしまったら本当最悪の事態ですよね。実際大阪万博中に南海トラフが起きた場合を想定してどんな対策が取れるのか考えられています。もちろんこれは辰木さんが夢の中で見た話なので、確実に起きると確定した話ではないです。当然起きないのが一番。ただ現実的に見たら、少なくとも南海トラフは過去のデータから見ると2025年じゃないにしてもほぼ確実に起きると予測できているので、これはもうね、地球のプレートが動くという自然の摂理なので、僕たちはそれに対して研究して最小限に被害をね抑えることがベストですよね。では起きてしまった後の世界についてですけど、辰木亮さん的には明るい未来が見えるそうです。大災害が訪れて落ち込んでいるのではなく、これからみんなで頑張って協力し合って安心できるような社会を構築していき、心の時代がやってくると。確かこれ日月神事でも同じようなこと言ってましたよね。天変地異が起きてね、大災害で被害がすごいけど、その後の復活した日本が素晴らしいって、確かガイアの法則でも言ってましたよね、同じようなこと。ちなみに2011年3月は大災害という文字が見えたんですけど、2025年に関しては大三難という文字が見えたそうです。深い意味があるのかわからないけど、災害の意味は地震、台風などの地震現象や事故、火事、伝染病などによって受ける思わぬ災い、そして災難は思いがけずに身に降りかかってくる不幸な出来事。まあ一緒っちゃ一緒な気がしますよね。まあ唯一なんか僕が気になった点は、大災害って聞くとなんか範囲が大きい気がする、国とかすごい大きい地域、大災難って聞くとなんかその人個人のプライベートな
感じがしますね。みんなどう思いますかこれについて。あとちなみに今思い出したんですけど、2025年って都市伝説的になんかターニングポイントだったりしますよね。2026年に人類を火星に送るみたいな話もありますし、なんかそっから、まあ、選別かわかんないけど、まあ都市伝説のね話で言うと人類選別みたいなのが行われて、生き残った人たちだけがまあそういった違うところに行くのか、どうでしょう。以上がね、辰木亮さんから聞いた新情報なんですけど、みんな今日の話聞いてどう感じましたか。冒頭でも話しましたけど、こういったねちょっとでも信憑性があるようなことをみんなで研究してより良い世の中にしていったら、どんだけ面白い世の中になるかね。まあこの2025年7月だったとしたら、それ関連で何かつながるような出来事がないのか、みんななんか知ってたらね、どんどんコメント欄に書いていってほしいですね。僕もこの台本ねパパって書いちゃったので、なんかあこれとつながるじゃん、これとつながるじゃんみたいなことをあまり考えてなかったので、それはちょっと純粋にみんなの知識を借りたいですね。あと辰木亮さんね、他にも結構意味深な夢たくさん見てて、これどういう意味ですかねって僕も聞かれて、もう僕も全然わからないことがたくさんあるので、なんか考察しがいがあるような夢たくさん見てて、まあそういったことをね彼女の許可をもらったら今後ねみんなと共有していくかもしれないので、その時はみんなも考察手伝ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。